やーべえ、どうしよう。コータとのこれからの付き合い方考えちゃうんだけど。でもドット絵のコータめっちゃ可愛い。コーンコーンって泣いてる。コータ?コータがおかしくなっちゃった。やべやべやべ。キキキキキ。雨キキキキ。せい。あ、雨のせい。雨吹いてっけど?おい。おいおい、コータ。大丈夫、コータ。全然大丈夫じゃない。おい、お前ら、一体何をしているんだ?あ、先生にチクってくれたのか?なんか誰か言ってたよね。チクろうかな、どうかな、とか悩んでたやつ。いや、コータ放置。いや、先生。これ見とく。歪んだ10円玉が落ちている。雄大は写真を撮って送信したみたいだけど。一応私も撮っておこうか。マジ?いや、お前ら、てかコータに寄り添えよ。一人あさっての方向向いてるし。わあ、やべやべ。で、7枚。あと8枚だね。いや、雄大。なあ、先生が今ここにいるのはチャンスが来たんじゃないか?どういうこと?チャンスとは?ほら、科学室の鍵。いやー、こいつすごい精神ずぶとい。職員室から盗むってことね。ね、コータは?盗むとは言葉が悪いな。ちょっとは借り、間違えた。ちょっと借りるだけさ。まあ、写真撮ったらすぐに返せばいいか。そうそう、早速職員室へレッツゴーだ。友達とは一体?コータがあんなに騒ぐところ初めて見た。怖かったね。思春期の子供は周囲に感化されやすいから、きっとそのせいね。誰に感化されたんだろうか。雄大か?まるで自分は大人なような言い方。そうよ、悪い。別に、好きだよ。要のそういう偉そうなところは、仲良しじゃん。もう、入ったら。なんでこの二人仲良しなの?仲良しする前にコータ心配しようよ。だいぶやばかったでしょ。泡吹いてたんだよ。あれ、僕どうしたんですか?なんで床で寝てるんでしょう。忘れてる。覚えていないの?急に倒れたんだよ。本当ですか?睡眠不足なのかな?コーンってキツネみたいに泣いてたよ。可愛かった。え?またまたご冗談を。ほんと。撮っていませんよね。その時の僕。撮っとけばよかった。うん、多分。もしネットにさらされたら恥ずかしくて僕、お母さんに笑われちゃう。ふ、頭がクラクラする。しばらくコータは休んでなよ。はい。泡吹いてたかな。先生、顔怖い。こっくりさんをしていたって、まったくお前らは。俺たちの子供時代は高速でやるなって決まりがあったぐらいなんだぞ。しかし、本当に倒れるとは、まさか悪ふざけではないよな。コータは、間違えた。コータはふざけて倒れたりなんかしないよ。じゃあなぜ?取り憑かれたんだよ。雨のせいだよ。こやつだよ、このスマホに住み着く。なんか一人でずっと喋ってる可愛いやつ。なんか VTuber さんなのかな?っていう風に公式ホームページ書いてあったんだけど、どうなんだろう?あんま VTuber さん詳しくないからな、俺も。落書きしている他の人の絵も鑑賞しようって言ってる。まあ、こういう風にオンラインで他の人と落書きの競い合いできるってのは楽しいよね。出ていこうか。鍵パクリだ。わーい。まあ、こっくりさんね、いつだか生放送で話したことあるんだけどさ、小学生の時こっくりさん流行りすぎてさ、うちの学校でもやばいことになってたね。各教室じゃねえや。俺の教室ではもう、こっくりさん3人グループになったら絶対やってるみたいな、なんかそのぐらいやって、あれ先生いるけどこれ。どうしたらいい?話しかける。何か騒ぎがあったらしいな。全く大事じゃなければいいが。この先生をどうにか外におびき出せたらいいけど。これいける?雄大。あそこに鍵があるみたいだな。でも、まだ先生が残ってるのか。ちっ。どうする?あれ?雄大なんかしてくれるわけじゃないの?何?どうする?コーンコーンって言う?あった。まあ、無理だよね。まあそうだわな。雄大がなんかしてくれればいいのに。どうにか?お?あ、雄大が出てきた。あの先生を職員室から追い出せば鍵を盗めるよな。どうしたらいいんだろう。よし、何か方法を考えるか。なんか、うわーとか悲鳴あげれば出てくんじゃない?勝手に。そんなことない。お?最高のアイデアをひらめいたぜ。やめろ、お前それ押すなよ。大問題になるからな。聞かせていただこうかしら。非常ベルだよ。鳴らしちまおうぜ。悪ガキ、本当に。ああ、それはやりすぎでは。大丈夫だって、しょっちゅう鳴ってるだろ。鳴ってねえよ。まあ、この学校は本当どうしようもない生徒が多いからね。うわ、もう人の迷惑とか何も考えてない奴らがいっぱいいるな。行くぜ。本当に?いかちいな、あいつ。俺が押すの?あ、そういうことか。これ雄大が押すんじゃないの?で、俺こっちで待機してればいいとか。そういうことじゃないの?
あ、違うっぽいね。俺が欲しいかのか。いや、そこは連携取ろうよ、雄大。あいつ一人で走り出してんだよ。すごいテンション上がってたよね。俺は行くぞーみたいなバリの勢いで走ってったよね。待って、行く前にさ。やばい、咳込んでちょっとカットしましたね。で、なんだっけ。そうそう、だからその、非常ベルを押す前に、中庭とか調べてないとこチェックしとこうかな。なんかストーリー進んじゃいそうだしね。君ら二人は何やってんの？君たちどうした？この草陰に猫が隠れやがったんだ。あ、なんかさっき言ってたね。は？猫？お、でも全然出てくる気配がないんだ。ち。こういう時はね、優しく呼びかければいいんだよ。お、なんだなんだ。全くもってその通りだね。愛ちゃんがテンション上がってる。は？にゃにゃ出ておいで。かわいい。にゃにゃこっちだよ。癒しかよこれ。にゃにゃ。出てきた。は、なんで俺までこんなことを。ほら、さっさと出てこい、にゃーこ。ああ、やめろって、それじゃ余計。ダメだよ、そんなことしたら。そうだよ、優しく気長に待つんだよ。猫の気持ちになって。うるせえ。あ、お、出てきた。あ、シャッターチャンス。逃げちゃった。これはもう怒った方がいいんじゃない？あんな乱暴なやり方、ないじゃない。そうだよ、そうだよ。ち、悪かったな。ちゃんと謝った。偉い。くそ、すげえ触りたかったんだ。かわいいな、お前。もう帰ろうぜ。あー、うん、そうだね。あれ、この二人付き合ってんの？許さんぞ。愛ちゃん、また明日ね。猫探し頑張ってね。あ、なに？猫探しミッションになってんのこれ。写真撮れたら明日見せろよな。はいはい。なんだと？じゃあ猫探すか。猫はまた隠れちゃったみたいだな。でもまだこの中庭のどこかにいるはず。見つけ出すか。どこにいんの？猫さん。猫さん。なんかあからさまにやばい建物が。ここって開かずの扉なのよね。何が入っているんだろう。お、怖い怖い。お、ここだ。え、あ、猫だ。あー、学校の中に入っちゃったな。え、それ大丈夫？でももう少しで追い詰められそうな気がするよ。待ってろよ、猫くん。え、追い詰めるっつったって学校の中入られたら今度一気に範囲広がってわけわかんなくなっちゃうんですけども。どうします？猫探してみる。一旦ね。とりあえずね、端から端まで調べてみて。この子たちは猫見失ったっつってたかな。話しかけてみようか。もしかしたらワンちゃん。あ、ダメだね。二人して休憩しようかねーって言ってるね。ねーって。じゃあどこにいるかな。あー、こっちとかありそうだな。いないか。何もないこの玄関こそ逆に猫が隠…え？何やってんの君、そんなとこで。はい、走り込み終わりと。本当に走ってたんだ。あ、校内で何かあったのか。猫が入った。あ、違うか、コウタの方か。コウタが空気とかしてるね。よろしくないよ。一番左か？トイレとかそういうとこにも隠れたりすんのかな？あー、ここは多分違うな。いるかな？いないな。あれ、まず何しようとしてたんだっけ、俺。あ、そうだ、非常ベルか。非常ベル。あ、これだな、多分押すなら。まあ、非常ベル押すのは分かったから猫探そう。待ってね。さすがに教室には入んねえよな。教室に入ってんのかな。ちょっと猫探すから待ってて。あ、猫がいた。とっさに出てきたから。もう少し離れたところから取らないとダメだね。きっとまたここに戻ってくるはず。分かった。いや、なんか教室いろいろチェックしてたら急に猫が出てきた。あ、ついでで雄大も見つけたよ。2階にいた。もっと離れたとこから。いる？あれ？いなくなっちゃったよ。一度この階から出た方がいいのかな。やられたな。行って、戻って、離れたところから猫をシャッターチャンス。やっぱやるからにはね、ちゃんと15枚全部集めたいよね。ここら辺かな？気つけろ。はい。どこだ？あ、いた。これで写真撮れんのかな？カメラ。はい。お、お、収めたよ。なんかリアルになった描写が。なんて間抜けな面してんだ。パーって可愛いな。え、学校に迷い込んだ猫。人に寄りつかない性格。可愛い。口全開であくびしてんだけど。のんきな猫さ、でえ、行っちゃった。ふう、やっと撮れたぞ。明日みんなに見せようと。オッケー。じゃあ、雄大のとこ行こうか。やったぜ。猫探しのついでで雄大も見つけるという、この、一石二鳥ってやつ。で、降りて、こっちだね。右の方にいた。てか、雄大が押して、俺、鍵取り行くから、連携プレイで行こう。な？頼みよ。よし、今から押すぞ。はいはい。本当にやっちゃうの？本当に。あ、押したー。
許可はいらないぜポチーね。こいつ本当に俺がせめて職員室の前にいるかいないか判断してよ。いやー、しかも待つスタイル。チームプレートは一体全く誰のいたずらだ。私は忙しいってのに。非常ベルがあまり非常ベルとして機能してない気が。あらら、ゴンゾー先生の方が来ちゃったか。失敗だな。二人とも来てほしかったね。他の方法を探すしかないか。え、失敗したの？結局失敗か。どうしよう。カナメはどうしてるかな。カナメに聞く。カナメはまだコータと同じ場所にいるかな。一階だったよな。じゃあ一階に戻ろうか。戻って、どこの教室だったっけ？ここかな？違うな。隣か。1の2だったか。あの、コックリさんやったのは。コックリさん。あれ？こんな可愛い子いたっけ？こんな猫耳の子。あ、猫になりたいな。毎日寝ていたい。だけかい。なんか、ちょっと特殊なドットだからもっと喋るかと思ったらそれだけだった。あ、いた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 。コータはまだ伸びてるな。まあ、一応悲しく聞くか。はい。職員室から先生を追い出したいの？やるね、アイ。いや、追い出せてないけどね。何かいい方法ないかな？そりゃ簡単よ。電話をかければいいじゃないの。電話？なるほど、冴えてる。さすが要。公衆電話？ 10 円玉？ないよ。あ、スマホで。じゃあ早速かけちゃうね。この学校の番号はと検索、検索。ネットって便利ね。すごいね。この目頭いいな。もしもし、あ、私そちらの近所に住むシェフなんですけどね。すごい、大人の声色を使っている。さすが要。すごいね。お宅から野球ボールが飛んできたみたいで、ちょっと取りに来てくれませんこと？はい。あ、家はですね、はい、ですから近くの青い屋根の家で。名前？名前は。ご失敗しそうじゃないか。違います、いたずらではありませんことよ。失礼ね。え、今日は野球部は休み？わあ。あ、バスケットボールだったかしら。とにかく何でもいいから取りに来て。かなめさん、無理がありましたね。もしもし。クソ、佐藤のやつ切りやがった。案外に騙されないものね。見くびっていたわ。うん、嘘が最後まで通せたら完璧だったね。失敗か。でも要演技うまかった。倫理は破綻してたけど、ロニか？は、伊達に演劇鑑賞をしていないことよ。大人の言動は常に研究しているの。お、それはすごい。うまいからいたずら電話の常習犯なのかと思った。もう愛、手伝って損しちゃった。ごめんごめん。ありがとう。要ちゃん、愛しているからさ。愛してるって言ったら何でも許されるのか。じゃあ俺も要ちゃんも、愛ちゃんも両方とも愛してる。コータも雄大も愛してる。え、やっぱりダメだったか。うん。そういえばコータは大丈夫かな。一度1の3の教室に戻ってみようかな。やっとコータに興味示したんだけど、この子らなかなか鬼畜だからな。はい。ここだよな。あ、立ち上がってる。コータ、大丈夫か。お？あれ、先生が来た。相変わらず顔色が悪い。先生、お騒がせしました。僕はもう大丈夫です。それならよかった。悪友からの誘いはちゃんと断るんだぞ。わかったね。はい、先生。申し訳ありませんでした。二度とふざけた行いはしません。言っちゃった。コータ、よくなったんだね。安心した。でも先生、職員室に戻っちゃったか。どうしたんですか？それがね、科学室の鍵を。あ、確かに頭脳明晰っぽいコータなら。え、なるほど、職員室を無人にしたいわけですね。何か作戦は？そうなんだ。何かいい案あるかな？思いつきました。とてもいい方法が。何？本当？あ、でもまた悪い遊びに付き合わせちゃったらまずいね。嫌ならいいんだよ。私たちだけでやるから、コートは休んでて。さっき先生は、なんて言いました？悪友の誘いはダメって言ってましたよね。悪い友人なんて僕にはいませんから。ん？コータ、あんたかっこいい。では早速愛さんたちは職員室前で待機しておいてください。お、コータ何する気だお前。それでコータがおびき寄せ役を買って出たってわけか。でも一体何をするんだろう。コータがやりそうなこと、非常ベルならもう失敗したぜ。だね。もう日常茶飯事だったんだろうね。先生も冷静に対処してたよ。ああ、あれあんただったの。へえ。なんだその白い目は。要の電話作戦も失敗したよ。ちょっとアイ、あんた恩知らずね。ごめんな。へえ、安易な発想だな。独創性がないね。いや、お前人のこと言えない。しかも要領悪かったし。だって待ち伏せたもんね。何を作戦に独創性も何もないでしょ。そもそもこんな計画がいけないことで。お、
まさかコータ。テスです。テスですです。この声まさかコータ。あいつやるな。あいつ放送室に忍び込んだのか。やりやがる。あ、また暴走してる。コーンとか言ってる。まあ、今回はわざとだろうけど。コン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 。キンコンカンコン。ブフ。きつね。あ、さすがに今回は二人がかり。たく誰だこんな悪ふざけをしているのは。何度怒らせれば気が済むんだ。もう許さん。お、冷静に出ていったね。よし、鍵盗もう。やった、今がチャンスだ。あ、そっちから行くんだ。右から行った方が近いんじゃん。まあいいか。一応話しかける。何してんの。次のテストの答案はどこから。こいつクズ。こら、そんなことしてる場合。なんだよ、真面目ちゃんかな。大丈夫、まだ時間はあるはずだよ。お、これかな。なになに。え、どれどれ。お前もかい、アイちゃん。めっちゃ食いつくな。うん、テストにはあまり自信ないのかな。要とか強そうだよな、テスト。一応話しかけよう。はい。こんなに鍵があるのか。化学室の鍵はどれ。大丈夫、俺にはわかる。この光り輝いている鍵さ。あれ、調べられないぞ。おい、どうやったのに。あ、いけた。よし、化学室の鍵を手に入れたよ。じゃあ行こうか。ん、おお、びっくりした。あ、コータ、化学室の鍵は手に入りましたか。モチ、行くか。コータ、すごいね、あんな勇気があったなんて。あれ、笑っちまったよ。やるじゃん。でもよく放送室に入れたね。どうやったの。放送部の人たちがいつも開けっぱなしにしているんです。僕の情報網が役に立ちました。なんていう立派な情報網。すごいね、コータの情報網。先生たちが戻ってきます。急いで科学室に行きましょう。これ結構怒られるよね。あ、もうまたいる。またいるじゃねえ、まだいるか。鍵を持ってきてくれたんですね。俺らすごいだろ、感謝しろよな。それにしてもさっきの変な放送は何だったのか知ってます。お、分かってないの。コホン、早く入りましょう。誰かに見られてはまずいです。さすがにあのコーンコーンは痛いよな。あー、でも撮影スポットなさげだぞ。パッと見暗いな。こんな時は便利なスマホ、噛んだぞ、スマホね。お、やばいんじゃないこれ。ちょっとホラーチックになってきたよ。かなめさん、どこにあるんだろうね。暗くてなんだか嫌な感じ。お、かなめが怖がっている。別に、部屋が冷えるから寒気がするだけ。あなたは。足元に気をつけて、化学室は危ない備品が多いです。ありがとう、コータも気をつけてね。ほら、後ろに何か立っている。お、へ、冗談はやめてください。ごめんごめん、そんなに怖がるとは。危ない危ない。君も、なんかこの子も怖いんだよな、目が怖い。噂によると強烈すぎて忘れられなくなる落書きだそうですが。どれさ。あ、これでしょ絶対。なんか隠してるもん。どこにも落書きなんてねえぞ。嘘だったか。ちゃんと探すの。わかるとこにあったら授業中に気づいてるよ。あー、もう見えないとこにあるとか。これでしょ。なぜこんなところに。あれ、取らないの。あ、剥がしてみるって言ってた。お、やばいんじゃない。お、そんなに怖い落書きではないけど呪われそう。見てこれ。雄大なんかこれじゃびくともしないだろ。ゲゲ、なんでこんなところに。まるで隠されていたみたいですね。いえ、隠されていたんですが。こんな場所で私たち何も知らず授業を受けてたんだ。いやだ。聞いたことがあります。何度消しても浮かび上がってくる落書きがあるって。あ、それを聞いたらちょっと怖い。まさかこれが。そんなわけねえだろ、科学の教師が消すのをめんどくさがってんだよ。まあいい写真が撮れるぜ、ありがたく撮っちまおう。これ収めるの俺の携帯に。やだ、何も映ってない。あれ、左の子は写真撮んないのか。落書きを写真に撮ろう。はい、じゃあ撮ります。あ、撮った。ゲット。なんで説明来る。科学室に隠された落書きと送信。あ、どう。お、ってことは来たぞ、最後の文字化けだミッション。これいっちゃん怖いけど。おー、上がった。まだ圏外だね。え、でも3018ポイントだよ、すごくない。ポイントがぐんぐん増えていきます。マジ、あっという間に3000円よ。すげーぜ。こんな感じでもっとすごいのを取れば。つまり、ごくり。いや、お金っていうのがね、また子供たちの心をくすぐっちゃうよね。次のミッションは何。これが謎じゃない。おお、びっくりした。
あ、バグが治ってます。秘密の正体を明かせ？どういうこと？秘密か？何があるだろう。え、なんか疲れちゃった。一度教室に戻って作戦会議しよう。怒った。教室は2年の教室でいいのか？教室の場所俺あんま把握してないんだけど。どちらっけ？わかんなくなった。道に迷ったぞ。こっちか。2年生廊下。ここら辺？教室。ここじゃないっぽいな。じゃあこっちか？ここか？あーなんかここも違うっぽいな。じゃあ最後ここか？あ、ここっぽい。なんかみんな広がってる。何やってんの？さて秘密の正体ね。誰かの秘密を暴けばいいのかな。俺にはそんな趣味はねえの。学校の秘密でいいかも。秘密。校長先生がカツラかどうか。何？え、カツラなの？え、気づいてなかったの？学校中で雄大だけじゃない？俺は人は疑わないの。いい子だ。俺人をカツラって判別するのもわかんないんだよね。なんか見ればわかるでしょとかたまに言われるけどわかんない。え、秘密の正体、どんなことでもいいのでしょうか。驚きが大きいほどポイントも多そうだよね。世の中の秘密はほとんど暴かれています。何が残っているでしょうか。政治家の悪事とか？コータは考える規模が大きいな。そのうち宇宙の謎とか解き明かしそう。それはぜひ応援したいところだね。じゃあ次。記念写真。あっという間にお金が貯まるね。なんだか怖い。まあ今のとこ何も起きてないし、大丈夫じゃない？甘い話には裏があるのよ。世の中そんなに甘くない。まるで親の言い草、アプリ越しに誰かが襲ってくることはないよ。あー、愛はお気楽だから、まあ私も楽しんでいるけど。あれ、あ、始まった。そういえば、何？お、カナメ、いいこと思いついた？中庭ら、あー、あるね、あれ。あれ気になるね、確かに。いつも鍵が閉まっているよね。それがどうかしたか？中に何があるのかなって。確かに誰も見たことない気がする。掃除用具とかじゃねえのか。どうせつまんねえものだよ。確かにドアは錆びてて古臭いし、使っている気配もありませんし、なんで取り壊さないんだろう。もしかして死体があるとか。な、やまいやまいや、死案？誰の死体だよ、アホか。実は噂で聞いたことがあります。何？誰も立ち寄らないはずなのに、用務員さんが倉庫から出てきたという話を。え、怖。本当に行くの？やっぱ勇気あるよな、子供って。ほらな、お片付けだよ。用務員が雑用に使う道具とか置いてるんだよ。まるで人目を気にするように出入りしてたそうですよ。でも噂でしょ。用務員さんへの悪口みたいな、あ、間違えた、みたいで嫌な感じ。まあ確かに用務員さんは少し近寄りがたい雰囲気があるけれど、用務員さんにまだ会ってないからどんな人かわからないね。探ってみる価値はあるのでは。確かにコータの情報もなら信用できる。なかったらなかったで問題ないし。本気か？でもいつも閉まってるんでしょ。用務員さんを見た時間っていつぐらいなの？夕方か。夕方だそうです。校舎が赤く染まったちょうど今ぐらいの。ビンゴ。ん？じゃあ行きましょうか。へいへい、何かあったらお守りしますよ、お嬢さん方。ありがとうよ、雄大。雄大に守ってもらえるならもうハッピーです。じゃあ中庭に向かおうか。